こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ソード AI08 仮面ライダーバールクスクリアブルーバージョンです。はい、もうこれはね、もう映画を見た人にしかわからないネタなんですけどもね、この大きな平成というね文字のパネルを持ったこのクリアバージョンになったこのバールクス、こちらね、バールクスなんですけども、はい、なぜこのようになったのか、これからねバッチリと DVD を見返したので、お話ししていきたいと思いますが、ちょっとね、残念なところを言ってしまうと、実際この絵ではないですね。まあ、最初に、どうなってこうなるかというとですね、まあ、ラストのあたりでこのジオオーマフォームと、バールクスが戦っているわけですね。まあ、ゾンジスとザモナスも、まあ、ゲイツ、ウォーズとかと戦っていて、まあ、平成の、ね、ライダーも出てきていて、でそれでやられてしまうんですね。ゾンジスとザモナスがやられて、でゾンジスが持っていた仮面ライダー J のライドウォッチが転がってくるわけですね。でそこでバールクスは、もういい加減にしろと言ってまず自分の持っていた、バイオライダーのライドウォッチを起動させてですね、こう液状化みたいになるんですね。青い、それがこのクリアブルーで、液状化して攻撃を交わしてこちらで実体化すると、クリアブルーバージョンになっていてですね、でさらにそのゾンジスの持っていた J のライドウォッチを起動させて巨大化するんですね、そのままで。このまま巨大化したのがこれです。なので実際のところはですね、巨大化してるので、もこんな感じで、そしてですね、こちら、ジオウとあと平成ライダーと、あと、ゲイツもいるんですけども。で、その攻撃をね、するんですけども、このブルーのパネルを出してですね、シールドにしてかわすわけですね。で、さらにジオはですね、みんなの力を合わせてライダーキックを放つんですけども。で、そこでもまだこのね、シールドを持ってですね、受けて跳ね返そうとしているんですけども。で、それが貫通して、全員のね、力が入っているので、かなりパワーアップしてですね、シールドと体の方もね、貫いていって、この全員のライダーのキックで貫いたところがこの平成の文字になるんですね。で、そんなバカなと言って、この、ゾンジスがね、この状態ではもう戻っています。この色に戻っていて、でこの状態で平成のパネルを持っています。でそしてそのまま爆発して、終わりということですね。はい、なので、この場面はちょっとね、違いがありますね。この、実際はこの色のついたバールクスが持っています。はい。なので、ちょっとね、この平成の文字はこの一瞬なので、ちょっとね、このブルーのパネルもね、この何もシールを貼っていないブルーのパネルも、ちょっと欲しいので、ちょっと貼っちゃうともうこれしかできなくなっちゃうのでね、ちょっともったいないなというので、今回貼るかどうかっていうのをね、ちょっと悩むとこなんですけども、これ貼っちゃうともう、そのね、この平成になる前のところが再現できなくなってしまうので、やっぱ2セット欲しいですね、これは。はい。パネルぐらいはね、他のもので代用すれば作れるので、ちょっと後でね、作ってみたいと思いますが。はい。では、まずね、こちら開封していきたいと思います。はい、ということでセット内容はこちらとなります。綺麗なブルークリアですね。はい、ボディと、この剣、この状態だと劇中では全く使ってないですね。多分おまけだと思いますね。はい、そしてシール、白地に黒の文字になってますね。そして平成のパネルのシールですね。これだけこっちにありまして、あとはアーマーの方にね、ついております。はい、ガムが1個ついております。そしてアーマーの方は、スタンドと台座、肩アーマー、頭部パーツ、
ドライバーですね。で、平手のパーツと、このね、パネルですね。はい、ここに持ち手がついております。で、ガムが1個ありますね。シールはないですね。はい、ということで、まあ、シール貼りがもうこれだけなんで、まあ、すぐに終わっちゃいますけども。まあ、あとはね、どういう風な流れでね、このようになるかっていうのをね、また話していきたいと思います。それではまずね、シール貼りやっていきたいと思います。はい、ということで完成いたしました。はい、今このようにね並べてますけども、劇中では本当はこのようになります。まあいろいろね瞬間瞬間を切り取ってますので、まあ実際は、まあ、パッケージのこの通りではないですね。このマラストの方でこのようになって、巨大化しております。これで、このようにねブルーのパネルを持って、まあ、パネルというかねシールドですね、まあ、平成ライダー全員で攻撃を上の方にねこうしたんですけども、それをシールドで防いだというところがこれですね。で最後にジオー、ゲイツ含め平成ライダー全員でねライダーキックをするんですけども、まあこれですね、この看板を背負ってですね、はい、このようにですね、はい、このようにみんなでこうライダーキックをしております。はい、まあこれジオーだけでなく、ゲイツもね、あと他の空間から、ビルドまでのライダーがいますけども、そしてこのバルクスの方はまたねこのシールドで跳ね返そうとしているんですけども、まあ、全員のライダーの力の方が強いので、で貫かれて、でこの平成の文字が出来上がるわけですね。はい、でこのブルークリアの色がですねどんどんバルクスの色に戻っていって、その一瞬がこれです。まあ、ほんの数秒ですね。でその一番の謎のこのねここが黒くなっている、これはなぜかというと、まあ、ここ貫通していてですね、まあ、向こうが見えてるわけですね。で、バルクスはここ、ここに腕が伸びていて、この腕ですね。で、ここは足です。腕と足がこう後ろにあるので、これがそのまま見えているというわけですね。はい。このようになっております。はい。腕と足がこのように見えておりますね。はい。で、これがもうほんの2秒ぐらいですね。で、このまま、爆発します。はい。すごいですね。ほんの数秒の出来事をね、切り取っております。まあ、インパクトはあるのでね。まあ、ここが一番の見せどころかなと思いますけども。はい。とてもこれもいいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、これはね、映画を見た人しかわからないですけども。ちょっとね、今回 DVD で見返してみましてですね。結構ね、忘れてましたね。思い出してですね。すごく良かったなと思います。はい、ということで今回はソード AI-08 バルクスクリアブルーバージョンを組み立てました。まあ、最後にもう一個ネタバレを話そうかなと思いますけども、このゾンジスですけどね、ゾンジスがね、やられたと思ったんですけども、なぜか、まあ、若干瀕死の状態で残っていてですね、まだまだ終わってないぞみたいなことを言うんですけども、そこで現れたのが、はい、01ですね。まあ、ラストでね、もう他のこのジオとかソーゴとかにもね誰も出会うことなくゾンジスとだけね出会うわけですね。でここで、まあ、自分は令和のライダーだということでね、そして戦うわけなんですけども、まあ、ここでねゾンジスがこのマントがなくなっていてですね、はい、この状態で戦うわけですね。はい、そして、まあ、バールクスがやられまして、で、なぜか、ブラック RX のロボライダーのライドウォッチが転がってくるわけですね。それを使うと、バールクスのですね、胸が開いて、このようなミサイルが発射されるわけですね。はい、そこで、01は、フライングファルコンのプログライズキーを取り出して、
フラングファルコンにフォームチェンジして、まあ、フラングファルコンだとちょっと飛べますんで、まあ、ミサイルがねいっぱい飛んできますんで、それをねこうヒュンヒュン避けつつですね、ミサイル同士をぶつけさせて、全部爆発させてですね、そして最後にゾンジスにとどめを刺して、そしてゾンジスは、完全に消滅するわけですね。はい、そしてライジングホッパーに戻ったゼロワンは、帰ってきます。はい、これが、もうエンディングのエンディングロールの終わった後の後の話になりますね。はい、これもとても面白いですね。このゾンジスの騒動のこれはねそこだけを切り取ったものですね。はい、これもねとても面白いギミックをね仕込んでくれたと思います。はい、ということで、この映画のこともね全部話せたので、はい、ゼロワンも出てきますということでね。はい、まあ、あとは、次回のねザモナスなんですけども、まあ、バールクスゾンジスに比べてちょっと、まあ、影が薄いのかなと思いますけども、まあ、最初に変身して攻撃してくるのがこのザモナスだったりするので、まあ、この映画にはやっぱ欠かせない人物なのかなと思いますね。はい、次回はこちらのザモナスを組み立てていきたいと思います。はい、ということで以上トジズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。